それはそうだな。ここはあえて和風ソースとしらすで行ってみるか。あ、大丈夫です、私が買ってきますので。問題ありません、バスケで鍛えられましたから。いや、この前始めたばっかだ。たっくん、それならゆいちゃんとたっくんにお願いしようかな。あ、お金は後で払うからね。そうですか、わかりました。それでは辰巳さん、参りましょう。お二人は大船に乗った気持ちで待っていてください。楽しい船だね。ミキさん、ご満悦ですな。いや、つくづく4人になってよかったなって。そうかよ。皆さん、お待たせしました。おいおい、大丈夫かよ。ごめんなさい。気にしないで、ハンバーガーはまた買えばいいし。それで怪我はないよな。
丈夫です。言う通りだよ。転んだ中田川には悪いが、これも経験だな。うん、なるほど、これも青春なんですね。はい、よかったです。それでは辰巳さん、落ちたハンバーガーを片付けて改めて千尋さんの分を買いに行きましょう。神社のおみくじが流行っているんですよ。